さあ始まりました、スター作品のコーナーです。はい、今年も始まりました。今年も始まっちゃいましたね。テンション高いね。え、テンション高いね。まあ、これはですね、はい、2週間の間に投稿された作品の中で、うん、まあ、我々が一番面白いと思った作品を、はい、まあ、スター作品として表彰しようというものです、うん、はい。でこのスター作品に選ばれた作品にはですね、まあ、エントリーのサイトのこのサイトバーっていうのがあるんですけども、そこにですね、まあ、バナーを貼って、まあ、その作品を見やすくできるようにそのバナーをね、うん、2週間掲載したいと思っておりますので、うん、まあ、ぜひね早めに募集していただけたらなと。そうですね、この2週間で投稿された作品は劇団アフターファイブの僕とあんたと私とお前、後者流体力学の美少女世界史の、まあ、2本でした。はい、さあ今回のスター作品は劇団アフターファイブの僕とあんたと私とお前に決定いたしました。はい、まあこれね、はい、何しろね、うん、この人たち3月の時点で、まあ、クォータースターコンテスト今回第4回目がやるかどうかまだ決まってないのに、すで、うんうん、ね、にもう作ってくれていたという、そうなんです、作品なんですね。エントリー初日に投稿してくれたっていう、そう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 、ありがたい、なんともありがたい、うん、はい。まあ、前回も禅っていう作品で、はいはいはい、ね、うどんが三角コーナーに持って出てくるっていう、 そう、まあ、そればっかり僕言ってますけど、うん、衝撃的な作品をまあ出してくれた愛媛県の方々ですけど、でも、今回のやつも、まあ男女が入れ替わるっていうまあ設定の話で、はい、とってもね最後まで見やすくこう見られたなと思って、うん、はい、よく作られていたよね。なるほどなっていうのをいろいろ思いました、うん。まあ、ただそのドップラー効果が何の意味だったのかが、まあ、僕にはちょっとまだよくわからなかった、うん、まあ、いろいろ考えてる最中です、うん、はいはい。そしてもう一個は後者流体力学さんの美少女世界史という作品なんですけど、この後者流体力学さんも昨年の QFC3 に投稿してくださって、うん、バイト賞を受賞されている方ですね、うんうんうん、そうですね、うん、前回の作品もものすごく独特な世界観、うん、彼らしい、もう彼ならではのオリジナルの世界観なんですけど、今回もまさに期待を裏切らない彼の世界観バッチリ、うん、そうですね、出ているところで、まあ、うん、ね、なんか谷崎潤一郎さんへのオマージュ的な作品だというコメントがあったんですけども、うん、もう本当にね着目点が本当にオリジナリティにあふれてるというか、そういう意味では気になる存在ですね、うん、そうね、うんうんうん。まあ、最後に自宅なのかわからないですけど、あの部屋の意味が最後にね、うん、最後にね、ちょっとわかるっていうのが、うん、あ、上手な構成だなっていうふうに、うんうんうん、思いました。はい、ぜひ見てみてください、はい、ということで、はい、まあ、今回のスター作品に選びました、うん、劇団アフターファイブの僕とあんたと私とお前のこのバナーをですね、エントリーのサイドバーにちょっと貼って、うん、2週間の間貼っておきたいと思いますので、うん、皆さんもそこからぜひちょっとこの作品見てみてください、はい、よろしくお願いします。さよなら。今若いクリエイターたちの間で登竜門的な存在として注目を集めているのがクォータースターコンテスト。ルールはシンプル。12分から15分の動画にすること。1台のカメラで収録。動画編集は NG。誰でも参加自由。参加費は無料だ。そして今回の審査員を務めるのは、甲上昌司、野宮真希、雪貞勲、新羅ドットネット柏井万作の4人。見事彼らに認められ、グランプリ賞金30万円を手にするのは誰だ。スケジュール詳細は公式サイトで。やってみないとわからないんじゃない。宝くじと一緒よ。